おはようございます今日は船橋競馬場で千葉サラブレッドセールが開催されますま、えー、もなく午前8時となりますが8時から調教狂乱そして競りが終わって、えー、間もなく競りがスタートするという状況になっております、えー、改めましておはようございます古谷武彦です、えー、この千葉サラブレッドセールもー私古谷武彦が調教狂乱の前そして、えー、それが終わった後 そして競りが終わった後の3回解説司会などを担当していきたいと思います今日もお付き合いいただきたいと思いますよろしくお願いします千葉サラブレッドセールは船橋競馬場のコースで二波論の時計を出しその調教あるいは馬体などをもとに購買関係者の方々が競りに参加するという状況になりますトレーニングセールの中では ミリオンホースが出ているということでも国内の中で最も注目されるトレーニングセールということが言えますが今年しの皐月賞でもケイティ・クレバーがそのセール出身馬として登場したりまた、ナック・ヴィーナスは高松宮記念で3着に構想するなどこのセール出身馬が g 1での構想などもしている状況から今日は朝から本当に多くの購買関係者の方が集まっています。 また昨日までの東京地方は本当に寒かったんですが今日は快晴ということでですね、非常に暖かい陽気の中でサラバレットセールを迎えることができたということも本当に嬉しく思うところですえさて今回ですね上場場68頭がもともと予定されていたんですが 欠場が三頭、そしてすでにもう最初の段階で欠場が決まっていた欠番という形で合計四頭が欠場となっております。その番号を最初にお伝えしておきます。メモのご用意よろしいでしょうか。欠場の番号です。二十三番、四十一番、五十五番、そしてもともと欠番だった六十番。 この四頭が欠場ということになっています。ですので、六十四頭の上場が予定されています。えー、もう一度整理しますと、二十三番、そして四十一番、五十五番、六十番、この四頭が欠場となっています。 さてトレーニングセールでは唯一となりますディープインパクト3区の上場がやはりこのセールでは目玉ということになるかと思いますがディープインパクト3区は上場番号21番インランジェリーの16お母さんはアメリカの G1 ホース、えー、その品系の優秀さそしてこのディープインパクト3区という点から、まあ、そのダートでどれだけ動くかということが焦点になるところでしょうが。 昨日まで結構雨が降ったということもありますから走りやすいダートコースでその部分ではこのディープインパクト3区のインランジェリーの16にとっては良かったのかなというふうに思いますそれからロードカナロア3区上場番号30番ですアルテシアの16祖母がイタリアオークスで2着など G3 も買っている バルドネキアということでイタリアンレッドの近親にあたりますロードカナロアも初年度産区から G1 ホースを送り出しましたまたこのアルテシアの子供は堅実な産区が非常に多く目立ちますミゼダルタニアンなどの名前もあるわけですがこのロードカナロアの今の人気ぶりからもこの上場番号30番アルテシアの16にもぜひご注目くださいそれからノベリスト産区で上場番号11番 ラブフォーエバーの16、こちらはダートのヘイアンステークスを買ったロール・オブ・ザ・ダイスの妹にあたります。それから決闘的にはあ、そうですね、ちょっと目立つところではないのかもしれませんが、スウェプト・オーバーボードン区がこのセールで6等出ています。 そのスウェプトオーバーボード3区は北海道競馬でもすでに2頭の新馬勝ちというのがいますそしてこのセールに向けての牧場での追い切りの評価なども聞いたりしたんですけれどもほぼどの馬も1ハロンのタイムがかなり優秀でやはりトレーニングセールに向くあるいは2歳の早い時期の走りが向いているということが。 えー、そこからも裏付づけるところだと思いますのでこのスウェプトオーバーボード3区の調教狂乱の様子などもぜひ注目していただければと思いますまた新種保場の中ではパドトロワの子供がこのセールでは2頭が上場予定となっていますが上場番号18番お母さんマニエリスムですマニエリスムの16そのお母さんは関東オックス3着 そして東京プリンセス賞の勝ち馬であるという南関東で活躍した名品です、そこにパトトロワとの配合ということになるわけですがパトトロワはすでに北海道競馬で今週です、ね、新馬勝ちを収めた3区がいます。 そういう面でもこのパドトロはもうスウェープトオーバーボード3区ですからその系統ということでやはり2歳線向き仕上がりの速さも強調できるというところでパドトロは2と言いますけれどもこちらもご注目いただければと思いますもちろんその他の馬たちも何頭もこの千葉サラブレッドセールは両欠馬ぞろいということにもなりますので午前8時から調教狂乱が始まります。 そちらの様子を含めまた競りの様子ま千葉サラブレッドセールは大田直弘さんの解説と鑑定人の長浜さんのしゃべりこの2人のしゃべりなんかも本当に面白いところがありますのでぜひご注目いただきたいと思いますそれでは午前8時から調教狂乱が始まりますまもなくということですのでそのまま引き続きご覧いただければと思いますそれでは朝の解説はこの辺で失礼します